何回も悔しい思いをしました。まだまだ足りないところはいっぱいあるけど、自分の中で成長できたなと思うし、表情も最初は硬かったのにだんだんと出せるようになってきて、写真も自分の写真を、見るのも楽しくなってきました。ということで今回も頑張って、アリサはよろしくお願いします。